刻になりましたので、ヘッドトーナメント決勝戦を開始いたします。1番の選手です。日本大学 A チームより楠本翔斗選手とルルルネットの出場です。こちらの楠本翔斗選手は昨年度の全日本学生選手権で優勝している成績を持っております。ヘッドトーナメント1回戦2回戦ともに勝ち点2点を挙げた選手です。43秒01、現点はありませんでした。